松尾伝蔵昭和11年2月26日は、日本の陸軍軍人。陸士6期。最終階級は、陸軍歩兵大佐。以下及び訓頭は、14位、訓3等。岡田圭介と、松尾伝蔵と、岡田圭介福井藩の槍術師範であった、松尾慎太郎の長男として、福井県福井市に生まれた。福井市朝日小学校を経て、福井中学を卒業し、明治28年2月に陸軍士官学校を卒業。同年5月に陸軍歩兵少尉に任官し、金沢の歩兵第7連隊府となった。明治30年9月に台湾守備歩兵第3連隊付、さらに歩兵第35連隊付を経て、明治33年3月から7月まで陸軍富山学校で学んだ。明治34年1月に、歩兵第35連隊中隊長に就任し、日露戦争に出征した。歩兵第35連隊補充大隊中隊長、第9師団司令部付を歴任し、旅順紅夷戦、奉天会戦で戦功を挙げた。明治40年11月に、陸軍歩兵少佐に進級し歩兵第7連隊付、同連隊大隊長、鯖江連隊区司令官、歩兵第36連隊府を歴任した。大正3年5月、陸軍歩兵中佐に進級する。大正5年8月に、都城連隊区司令官に移り、大正6年8月、陸軍歩兵大佐に進級。大正8年3月に、歩兵第59連隊長に補いされ、シベリア出兵に従軍した。大正10年7月に退命、同年11月に、予備役に編入され、福井市に帰郷した4月に退役。大正11年9月に福井市議に就任している。その他に、朝日社会教育会長、在京軍人会分会長などの公職を務めた。軍務を終えて地元に戻った松尾は、面倒見が良い性格で、地域の人々から松尾の伝いさんと親しまれていた。松尾の妻の俊穂は、岡田圭介の妹である。義兄である岡田が昭和9年7月に第31代内閣総理大臣に就任すると、松尾は岡田の傍らで働きたいと岡田に申し出た。松尾はすべての公職を辞し、内閣嘱託、内閣総理大臣秘書官事務取扱いの辞令を受け、首相官邸に住み込んで岡田の秘書を務めるようになった。岡田は松尾について下記のように回想している。松尾は、私の妹の婿で、なんというか、非常に親切な男だった。その親切には少し独り気味のところがあって、私が静かにしていたい時でも、何かと立ち回って、世話を焼くという風な性質だった。岡田圭介 2.26 事件の直前の選挙で、岡田と松尾の地元である福井であった、選挙の応援演説に行った松尾について、福井で、俺は、岡田大将に似ているだろう。この頃は、髭の刈り方まで似せているんだと言っていたそうだが、いつも一緒に暮らしている私から見れば、似ているも何もあったものではない。まるで別人だ。強いて言えば、二人とも年寄りであるということが、似ているくらいのものだった。岡田圭介、松尾は、岡田の義弟であり、特に血縁関係がない。二人が似ているはずもない。岡田は1868年2月生まれで 2.26 事件の時は満68歳。松尾は1872年9月生まれで満64歳。岡田によると、岡田は頭を5分刈りにしていたが、松尾はほとんど剥げ上がっていたという。2.26 事件が発生した昭和11年2月26日の未明、松尾は岡田と共に首相官邸にいた。栗原康秀、林八郎、津島勝夫らが指揮する、銃機関銃、軽機関銃、小銃、ピストルで武装した、歩兵第1連隊の将兵300が午前5時頃に、官邸を襲撃し、警備の警官4人を殺害した後、日本館にいた松尾を中庭に据えた銃機関銃で、射殺した。栗原らは、岡田首相を殺害したものと勘違いした。押し入れに隠れていた。岡田首相は翌日に脱出した。首相官邸を襲撃した反乱部隊の上等兵が戦後に詳細な手記を残し、銃撃を受けても未だ息があった松尾の様子を下記のように述べている。満身創痍血だらけになって敷居に腰を落とし、断末魔のうめきを上げながらも姿勢を崩さず淡然としていた老人の姿は実に立派なもので今でも忘れられない。凄惨極まりないその姿に兵隊は誰しも手を下そうとしなかった。反乱部隊の上等兵とは出典の通り上等兵の手記によると上等兵は栗原の命令を受けて老人に拳銃で留めを刺した。敷居に座り込んでいた老人は留めの拳銃弾を眉間に一発、胸部に一発それぞれ受けて前に崩れ落ちた。中庭に積もった雪は老人の血で赤く染まった。一方、栗原らの反乱部隊が松尾を殺害し、さらに松尾の遺体を見て岡田を殺害したと誤認した経緯について、岡田は次のように述べている。岡田は下記のように述べている。松尾を私と間違えたのは、松尾というもう一人のジジイが官邸にいるとは、さすがの反乱軍も思い及ばなかったためかもしれない。岡田圭介、そして自ら熱望して無給で義兄たる岡田の秘書となり、日頃から覚悟していたように岡田の身代わりとなって生を終えた松尾に対し、岡田は次のように謝意を述べている。私としては松尾のやってくれたことについてはありがたかったという気持ちがあるだけだ。岡田圭介、岡田と松尾の母校であり、松尾が陸軍を退いて帰郷した後に教育会長を務めた福井市朝日小学校で1936年3月7日に松尾の葬儀が執り行われた。同小学校の校庭には岡田のために自らを犠牲にした松尾を称えて胸像が建立された。一方、内閣総理大臣を務め、太平洋戦争の回避と終結のために尽力した岡田の銅像は福井市中央公園に建立された。いずれも天田康平の作品である。離れて位置していた松尾と岡田の銅像は2016年10月、二人の記事である福井市朝日地区内に位置する JR 福井駅の東口広場に移設された。2019年現在、毎年松尾の正月命日である2月26日に松尾の胸像の前で朝日地区の子供たちも参列しての献花祭が執行されている。2019年現在、福井市朝日小学校の公式サイトには、大先輩である岡田と松尾について、児童たちに絵を交えてわかりやすく伝える、岡田圭介松尾伝蔵物語が掲載されている。ありがとうございます。